方に実際に一人で旅をしたんですけれども、そこで出会った自然の光景が今の作品につながっています。特にノルウェーのフィヨルドをずっと北から、南下する旅をしたんですけれども、その時に感じた自然の中の透明で形のないもの、水とか光とか風とか、まあ空気そのものだったりするんですけれども、